電撃バーチャドーン。はい、皆さんこんばんは、電撃オンラインの五郎です。この番組ではバーチャファイターの e スポーツプロジェクトを記念してゲストとともにバーチャに関する雑談や対戦をしていきます。ぜひ皆さんチャンネルフォローしていってください。さて、第11回放送さっきも言った気もするけど、うん、第11回放送、こちらの2人に来てもらっております。じゃあフードからどうぞ。はい、フードです、よろしくお願いします。さっき違う、さっきして、はい、ですね、仙台から来ましたあのスペシャルゲストゴリラ神木です。自らね、うん、以上大丈夫、はい、はい、よろしくお願いします。フードは、はい、まあ、前回というかね、一番最初の回ね、バーチャドに出てもらったんですけど、まあ見てないっていう人もいるかもしれないんで、はい、フードと今回ゴリラ神木どんな人だったのかっていうのをね、紹介しようと思います。ありがとうございます。はい、再度お願いします。はい、おまずフード、ミルダムビースト所属のプロゲーマー、やっぱ、ね、反応がすげえと、抜きが絶賛するぐらいすごいと。これはもうバーチャで言われたことっすよね、うん、どっちだったらもう反応っていうのはね、やっぱ人よりね、なんか見えてるもんがおかしいんじゃねえかっていうぐらいの反応の速さ、うん、そして、うん、それだけじゃなくて、まあ駆け引きも強くて、まあいろんなね、人のうまいプレーをパクってその上を行くというところで、もう人間性の最強みたいな感じ、うん、でバーチャ、はい、じゃあ次ゴリラの、はい、ゴリラ影助一時期はバーチャのために上京していたが、ルーツはやっぱ仙台の野生児ということ、うん、はい、で、まあゴリラもね、すごい人間離れした反応速度を持っていると、はい、ただまあそのバーチャ推移でね、その肘と投げに行った、まあほぼ完全に対応できた、うん、ですが攻撃センスがなく悲しいよね、なかなかね、うん、天下を取れなかったと。ちょっときついよな、うん、あ、ちょっと補足していいですか、うん、俺当時のゴリカゲにもう、あの当時11フレームだったんですよ、肘が、うん、で、はいはい、その肘と投げの2択をあの誰かの家でずっとかけて対応できるもんなのって言ったらマジで当たんなくて、もう全部ダメだ。そう、マジで、で、なんでこんだけガードできるのに勝てない、勝てないというか、まあ、勝ってんだけど、うん、そんな一番じゃなかったから、そう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 、でこれだと絶対勝てるでしょって言ったら、いや俺2択のかけ方わかんないんですよとか言ってて一番大事なところ。わからなかった。すげえ。こちらの方の参りましょう。お願いします。VX プレイヤーの限定を営業コーナー。はい、このコーナーではね、あのゲストのお二人からバーチャの思い出とかね、あの出会いとかそういったものを聞いていきますのでね。じゃあ次お願いします。はい、バーチャやってるその人生の中で最も衝撃受けたことは何でしょう。どっち、うん、俺は多分大体答えたと思うんですよ。この質問ってもう第1回の放送の時にフードに言ってもらってるから、うん、これゴリラは、あの実は隣にいるあのこのフード君にマジで衝撃受けて、おあのなんだっけな、ビートライブカップの エボの時代のビートライブカップで最初に見て俺が、うん、でなんかあのなんかモニターみたいなのちょっとあって、この力道山みたいな感じでこう みんな見るじゃん。ああ、はいはいはい、入り口のところとかもね。だいぶ懐かしい。で、みんなあそこでなんか酒盛りしてたんよ。あ、してたしてた。で、なんかその原黒商事だって、はい、そんなチームでなんか出てて、と新宿勢で、もう当時、うん、そう当時バチバチ対峙してましたからね。あれよかったね。そう。で、それで見てて、うん、でその試合が映ったんですよね。確かウルフステージだったかな。ステージはさすがにフードで、俺それそのリオン見た瞬間見て、うん、あれっつって、なんかおかしくねこれっつって、うん、こいつもしかして見てからガードしてるって、あしかもあの確定反撃が早すぎて、なるほど、あついに来たかっつって、やべえのが来たで、そうで、ずっと俺ガード神っていう、うん、その異名を、まあ、自称なんだけど、初代ガード神、初代ガード神、まあ、からでもそうやって評価あったからね、あついになんかもう2代目来たかと思って、まあニュージェネレーションニュージェネレーションで、あの時になんか奪われると思って、あ地位がね、自分地位が、うん、あの時のね、そのフードの凄さったらないね。でその新宿勢に、うん、あの、うん、こいつマジでやばいからっつって、このキッズマジやばいっつって、いやキッズだった、うん、そうマジですごいからっつって、うん、さっきその時みんなに笑われて、いや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 、ねえからそんなのっって、知らないしそんなねえからって言われて、
で、あとで、なんかその FT の後に、うん、あの、すぐに勝ったでしょ、なんかある、なんとかカップだっけ、ま、てか最高段位とかだったっすよ、まあ、FT はもう多分もう、もうみんな分かってるぐらいです、エボの後期ぐらいで、うん、その学園とか、まあ、そうですね、豪傑、ね、部屋とか行き始めたって感じなんで、うんうん、その話は今でもするか、早かったってこと、ちなみに、うん、俺をが強いっていうのは、俺が一番早かったっていうやつ、マジ5万と言います。そのうちの一人、マジで5万と言う。フードが強いって最初に見つけたの俺だって、俺だっていう本当にめちゃめちゃ多い。そう、めちゃめちゃ多い。小さくね、でもそこで来たの。スケールが小さいの。だってそれ見つけたかって、その見つけた人が偉いとかじゃないから。小物感出るじゃん、それ。次、ちょっとね、フード専用の質問がありますんで、お願いします。はい、人間学園生活での上田影助との思い出。あ、まあ、人間学園っていうのが、ルームシェアしていた時にバーチャ勢で一緒にその住んでた、うん、でその時にフードと上田影助は、まあ、ちょいちょい一緒になったんだ、ね、もう相当、だからもう俺からするともう卒業生なんですよ。だからそのそうだね、だからその男塾みたいな感じだったの。そのドラドムガン鉄ぐらい、ドラモモモモみたいな。男なんてタイプ。だからなんかそので結構卒業生もすごい学園って来てくれて、うん、でまあなんかこう交流、それこそね、あの闇うがれさんとか、うん、もう結構その時に交流とかもあったんですけど、なんか相当話が面白い人っていう感じで、で俺とか小江戸とかもいたりしたんですけど、うん、俺は俺がけさんの話超爆笑してて、うん、小江戸はなんか全然刺さってなかったっていうような印象が。なんか都合が違うってことか。そんな2人で続いてプライドをかけた戦いをしてもらおうかなと思いますよ。すさすが、あのフードと上田影助に、うん、バーチャルイター5のファイナルショーダウンで2先で戦ってもらおうかな。うん、あ、2先、3先でね。3先、うん、大丈夫、上田。あ、大丈夫ですよ。ね、ついてしてるの。いや、ついてネタを仕込んできたんで。おい、失敗。横ダメ、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 絶対横ダメ。全然余裕ないよ。お、お、早いよね。でも流れ的に確かにここ取れば全然わからない。あるよ。すごいよ、ここ。ここ重要。これは。あ、わかんない。ちゃんと下番しか出ないんだよ。あー、でかい。さあ、追いついていくからの、あー、あーちょっと分かった、うわー、助かった、助かってる、助かって言ったら終わっていたが、おお、あーあっさり、回復早いな、下番間違えんか。マジかよ。確かに、そうでしょ。さあ、言うてね、次のバーチャファイター4エボリューション、うん、まあゴリラは最も自信のある作品より、なんかあの用意してきたって気持ちも、ね、そうそうそう、プレステ2も買って、あ、いや、あれは借りたの。それだけ大きい。そう、あのアケコンは買いました。アケコンは買いました。うわいやー、動けた、まだ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 、ま一生も何も勝てないんじゃないか。うわーん、来いな、おあるよ、いい話が終わった、あるよ、さあどうする、お互い、あー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 いやー、やべえ、今倒した、よしと思って経験出したじゃん。お互いね、致命的な取り飛ばしを一回ずつやって。まあまあ、でも今素晴らしい勝負でしたけど、ね。いつもだったら次のコーナー行くんですけど、ちょっと告知を兼ねた新コーナーをやりたいと思います。スライドお願いします。はい、来ました。お、栗田親方。皆さんご存知、栗田親方。フレマでね、あの、ちょっとね、テスト的に配信したんですけど、やっぱランクをどんどん上げたいということで、ゲストの2人にちょっと稽古をつけてもらいたいと。なるほど。はい。なので、ちょっと親方を鍛えてもらいたいということで。でかい。はい。なるほど。
さすがです。何が足りないとかある？リオン戦これやった方がいいよとかあるの？リオンはこれ肘にだけしか打ってこないですよね。なるほど、まあ、一番単価が高いっていう、もっとちゃんとで結構立っててよくて、はいはいはい、でまあ、リオンって下段例えば選球隊とか強いんですけど、うん、確かこれダウンしないんですよ。ちょっと打ちますね。あ、なるほど。え、選球隊ダウンしないの？あ、ダウンしない。あ、これね、はいはいはい、なんかでこれ確か高橋有利だったはずなんですけど、確かに違ったかな。あ、もうプレーとかって、あ、じゃあ打たないよね。そうなんですよ。だから基本的にしゃがむより立ってる方が嫌なんですよね。中途半端にファジーっぽく馬ぶらない方がいい。そうですね。で、投げ読んだ時にしゃがむって感じです、はいはい、で下段はもう基本的に捨てても、うんうん、まあまあ結構大丈夫だったりするって、まあこういうのダウンするんですけど、ただば、まあしゃあない、うん、だから逆に張り手とかで上段とかで突っ込んでも、これやっぱこういうのがすごい多いんですけど、はいはい、これがないんで割といいのかなと。なるほど。ダメ一つはやっぱこれですね。ああ、リオンはこれなんで。それガードしたらとりあえず投げていいの？P なんですけど、側面ガードの時はこれ投げ角なんですよね。遅れたか。なんで、まあ、基本的に高梨投げ減るんで投げていいのかなって。そうなんだ。P 角も投げた方が効率的には。あれ、ないな。あれ、いや、側面、いや、投げ角しない。あ、遅っ、遅っ、俺遅っ。俺と頑張ろう。まあ、投げ角みたいな。はいはいはい。なるほどね。これかなりいいアドバイスだね。確かに。で、なんかその痛いのを打とうとすると逆に超痛いんで、あ、こっちがこういう、こういう、もうこれもう肘陣が入るんで。地獄じゃん。では続いてのコーナー行きましょう。続いてこちらです。大丈夫かな。 OK、 上のマイクついてますね。あ、ついてない。はい、 VF 検定。はい、VF 検定とはゲストのバーチャイと、お二人の関係本物かどうかというのをね試すコーナーでございます。4択のクイズにして出しますので、視聴者の皆さんもぜひアンケートの方でねお答えしていただければと思います。最後の問題いきましょうかね。最後の問題こちらです。問題が終わってなさいからな。確かに。はい、ゴリラ影助の B 猛毒。うわ、これスワゴの熱でセガール編。やっぱゴリラ影助といえばセガール大好き。そんな、うん、ゴリラ影助が最初にセガールを見た時の日記的なものが書いてあったんですよ。1文目1から4どれですかとか、うん、まあ、そんな感じです。じゃあセガール、はい、正解2人でお願いします。せーの、3。ふう、え？なんか3回読んだと思ったんですよ。ああ、なるほど、うん、美しくないだろう。じゃあ正解見てみましょう。正解こちらです。はい、素晴らしい。いや、よく分かったね。いや、実際そうだよね。めっちゃ泥臭いけど強い戦い方。強かった、うん、そこにゴリラは惚れたって感じだもんね。しかも顔面がかっこいいじゃん。まず顔面って言うんじゃねえよ。でもそうなると実際、うん、そのなんだろう、オーラすごいなって思って。カリスマね。一応ダイパン一番かっこいいのはセガールさんなの間違いない。俺が出会ったらしかも勝ちダイパン、勝ちだね。勝ちダイパンの、うん、ジャイスイの、うん、当たる前にダイパンしたもう踏んでイグイみたいな、あれとかもかっこよさ、ね、すごいなと思いましたね。皆さん負けダイパンじゃないですかね。勝ちダイパン。しかもまだ当たってないですからね。そう。発生と同時に動けないの。手が伸び始めたぐらい。そう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 。あの反応早いよね。あれ、あれすごい。早押しクイズかってみたいな。そう。抜けないとどうするんだろうって思ってる。まあ